はいそれでは11月16日の3問に入ります A は B の代理人として B 所有の土地について C と売買契約を締結したが A は無権代理人であったその後 A が死亡し B が単独で相続をした場合には B は追認を拒絶できるが C が A の無権代理につき、善意無過失であれば、C は B に対して損害賠償を請求することができる、丸かツかという問題です、えー。ちょっと長いので考えたい方は、この動画の下の概要欄から問題文ご確認ください。えー、まず、A が B の代理人としてということなので、A が代理人で、B が本人。で、C が相手方、契約の相手方となります。 で、この A っていうのは代理人なんですけども、ここにも書いてある通り、無権代理人なんですね。で、この無権代理人が死亡したと書いてあります。死亡して B が単独で相続をしたということなので、まあ考えられることで言うと、まあ、A がお父さんで、B が息子さんとか、まあそういったイメージですね。で、まあこの場合、B は追認拒絶できるが、まあ本人ですね。本人 B は追認拒絶できると書いてあって、 で一方で C さんっていうのは、この無権代理人であることを過失なく知らなかったっていう状況なんですね。で、この場合、C さんは B に対して損害賠償請求することができる、ルかツかという内容です。まあ、2つ質問されていることがあって、B は追認拒絶できるという内容と、C は損害賠償請求することができるという、まあ、2つが質問されている状況です。で、答えは丸ですね。 無権代理人 A が死亡して、本人 B が単独相続すると、無権代理人 A の債権債務を承継することになります。これ本人が承継する。つまり、無権代理人が死亡することによって、無権代理人の債権債務がまあ、B さんがね、えー、単独相続するわけなので、承継する、相続するわけですよ。で今回、C さん全員無過失ということなので、C さんは無権代理人に対して責任追及する権利を持つんですね。 具体的には損害賠償請求権を持つんですよ。C は A に対して損害賠償請求できるこの権利を持つと。逆を言うと A さんは損害賠償の債務を負うわけですね。それが B さんに相続されたということなんですよ。ってことは C さんは B さんに対して損害賠償請求することができるということなんですね。で、一方で B さんは本人の有する追認拒絶権を持っています。 本人 B っていうのは追認拒絶権ありますよね。無権代理行為をされた場合、B さんっていうのは追認する権利もあるし、追認拒絶する権利もあると。まあ、その権利を持ってるわけですよね。でつまり、B さんは追認拒絶をすることはできるけども、損害賠償請求されることもあるよと、まあ、いうことなんです。まあ、だから今回の問題、丸なんですね。ただ、これだけ覚えても、これ非効率なんですね。つまり、勉強の仕方が悪いと、まあ、いうことなんですよ。比較する、理解する。 これを実践できれば効率的な学習ができますで今回は特に重要な2つを比較して覚えることが重要なんですねで個別指導の受講者様は合格テキストの P25 ページこちらをご覧くださいでここには3つのパターンが記述されていますなんで比較して頭に入れていただければと思いますもう具体例書いてありますのでその具体例を頭に入れましょうでその中でも上2つっていうのはすごく重要な、まあ、基本的なものなんですね なんで上2つは絶対に覚えていただいて、まあ、もう1つの方もできれば頭に入れてくださいで受講者には受講者専用のメルマガで動画で解説しておりますのでそちらご確認いただければと思いますで2番ですね罰則です宅建業法の罰則です宅建業者は販売する宅地または建物の広告に著しく事実に相違する表示をした場合 監督処分の対象となるほか、六ヶ月以下の懲役または百万円以下の罰金に処せられることがある。丸か罰かという問題です。で答えは丸ですね。著しく事実に相違する表示。これは巨大広告に当たるんですね。で巨大広告をやってしまうと監督処分の対象となるほか、六ヶ月以下の懲役もしくは百万円以下の罰金または平価。平価っていうのはこれどっちもってことですね。 に処せられることがありますなので今回の問題は丸になるということですでこの罰則についてなんですけどもこれ覚えるの正直大変なんですよねで個別指導ではこれについてどのように対応するかもえお伝えしておりますこれも受講者専用のメルマ側の方に記載しておきますのでご確認いただければと思いますで3番ですねえ市街地区域において A が所有する面積3000平米の土地について B が購入した場合 A および B は事後届出を行わなければならない。丸か×かという問題です。市街区域内において2000平米以上の売買を行う場合というのは事後届での対象となりますよね。なので今回事後届での対象なんですよで。今回 B が購入したとで。そのような状況で問題文は A および B が事後届出を行わなければならないと書いてあるんですけれども、これ×ですね。事後届出が必要なのは 売り主 A さんは届出する必要ないんですね。従って誤りだということになります。でちなみに B さん、事、え、後、ー、届出必要なんですけども、いつまでに届け出が必要かというと、契約締結後2週間以内です。契約締結後2週間以内に、まあ、知事に届け出をしてくださいよということですね。でちなみに関連知識として、この2週間以内にこれ届け出しなかった場合どうなるかというと、 6ヶ月以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられます。で、この場合も罰則、これ受けるのは飼い主だけですねで。なぜかっていうと、売り主 A さんはそもそも届け出義務ありませんので、別に届け出をしなくても罰則は受けません。まあ、上記のように関連知識というものを一つのストーリーとして頭に入れていく。これ非常に効率的に頭に入れることができるんですね。単に問題が解けるかどうかの勉強だけじゃなくて、 一つの問題から関連ポイントに広げた学習をしていくと。これが達見合格の秘訣の一つなんで、ぜひですね、実践していただければと思います。で、個別指導については、この動画の下の概要欄の方に URL 貼っておきますのでえ、ご確認いただければと思います。今日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました。レトスの小野でした。